ゲリラうどん通りごっこ軍団は、サヌキうどんに関連した集団である。メンツー団というサヌキうどん店を経営している。通称でもある、メンツー団の由来は、そのまま略して、ゲリツーでは、汚いとのことから。代表は、田尾和俊。元来は、団長、田尾が、自らの編集する、月刊誌、月刊タウン情報科側に、ゲリラうどん通りごっこなるディープなサヌキうどん店を巡る、 コラムを執筆して掲載。これは1988年12月に連載開始、2002年10月に終了した。その際、このコラムを書く、取材のため、編集記者及び有志のうどん好きを集めて、プロジェクトチームを結成。これがメンツー団の前身となった。このコラムを単行本化したものが、恐るべきさぬきうどんシリーズである。1993年、 コラムを単行本化するにあたり、連載名より、プロジェクトチームを、ゲリラうどん通りごっこ軍団と命名。略称を、メンツー団とする。以来、メンツー団名義でテレビなどのメディアに数多く顔を出す、こととなった。コラム連載終了後も、サヌキうどんイベントのプロデュースや、うどん店のマネージメントにその力量を振るい、2003年には、東京、新宿に、サヌキうどん、 2006年に上映された映画うどんでは団長が企画協力、また団長と大将、団員の江藤とエム卓上、エイチ谷川くん、ゴンが映画に出演。加えて映画の PR を兼ねたラジオ番組メンツー団のウドラジをスタート。番組は映画の公開と同時に一旦終了するが、同年10月から続メンツー団のウドラジ。 がスタートした。出演は、団長のタオに加え、メンツー団員、ゴン、エイチ谷川くんをレギュラーに、その他のメンツー団員や、サヌキうどん店の店主らが出演。なお番組は、ポッドキャスティング配信を通じて、FM 香川の聴取可能区域以外でも、インターネットを通じて、聴取可能である。バナマルうどんが2015年より開始した、サヌキうどん未来イプロジェクトには、タオ及び、 団員2名がメンバーとして参加している。サヌキうどん未来遺産プロジェクトでフルネームを公表したメンバーについてはそれを補充している。団長対象生産支部長団員主にはホットカプセルの元社員と団長である田尾の友人からなる。岡山支部長京都支部長松山支部長東京メンツー団、月間タウン情報課が側通刊80号昭和63年12月号。 P26 新連載ゲリラうどん通りごっこ、醤油うどん、TJ 香川通館246号2002年10月号、P153 さぬきうどんの、道端防きゲリラうどん通りごっこ第162話、東京の王者 ABC プロジェクトメンバーさぬき、うどん未来遺産プロジェクト、さぬきうどん大使吉祥寺面通談。吉祥寺面通談。2016年4月1日閲覧。 ありがとうございます。